ヘルムートコハホ生まれ、12歳からバイオリンを習い始める。16歳でエッセンに移住後も実業高校に通いつつ音楽の勉強を続けライン音楽院に進学した。1926年からフリッツ・レーマンやマックス・フィードラーらの訓導を受けて指揮法を学んでいる。1928年にヘルマン・シェルヘンに弟子入りし、ビンター・トゥールの音楽祭に バイオリン兼ビオラ奏者として参加したり、ケーニヒスベルクの放送局でサウンドエンジニア等をしたりして実地的音楽経験を積んだ。1931年にシェルヘンの勧めでベルリンに移り、ベルリン・シューベルト合唱団の指揮者に就任し、当時の労働者が唱運動の指導者として活躍した。第二次世界大戦中はナチスに入党し、レコード会社や 放送局のエンジニアとして働いた。1945年に DDR ラジオ放送局の音楽部長に就任し、ベルリン放送公共楽団の選抜メンバーで、ベルリン室内還元楽団を創設している。また1948年には、ベルリン放送合唱団、1963年には、ベルリン神宮ンアカデミーを結成し、これらの自ら創設した団体の主席指揮者を、 亡くなるまで勤めた。1975年、ベルリンにて救世した。bach-can-tatas.com。ありがとうございます。